江戸名所図へ4巻より、高田八万宮和那八万宮の老門を降りた場所に、北条池が描かれている。境内入口北条寺は、東京都新宿区西早稲田2丁目にある高野山、新温州純別閣本山の寺院である。3号は、光松山。本尊は、聖関禅音菩薩で、江戸33箇所の第15番、五府内88箇所の第30番である。 1641年に穴八幡宮の別当寺として、同神社の隣に創建された。事号が示す通り、北条会で知られ、虫封じの利益もあるとされる。創建当時は、穴八幡の境内に北条池があったが、明治期の神仏分離により池は北条寺の管轄となり、その後1920年代に埋め立てられてしまった。現在は、本堂脇の池が、 法上会に使われる。第二次世界大戦により中断してから再開まで約40年の空白があり、伝統の多くが失われてしまったが、毎年退役の日に行われる法上会には多くの参拝客が訪れている。穴八万宮とはもともと不可分であったため、新仏集合の江戸時代に始まった一洋来福の札の授与は、穴八万と法上寺の双方で行われている。 ただし、北条寺の札は、一応来福と一文字異なるが、観音行下分の復寿会無料にちなんでいる。ありがとうございます。